どうも皆さんこんにちは、和田次郎でございます。いつも和田チャンネルのみ散歩をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、そして私が動画をアップするとお知らせが届く通知設定ベルマークの方よろしくお願いいたします。さて今回私は神奈川県鎌倉市にある大船という町にやってまいりました。大船といえば以前私の動画でも紹介したんですけれども、昼からがっつり飲める良心的なお店が多いんですよね。今回もそういうお店で昼飲みしたいと思ってます。遠方の方のために簡単にご説明しておきますと、大船っていうのは神奈川県鎌倉市にある町の名前です。地図でいうと大体この辺りになります。路線図だとこんな感じですね。まあ東海道本線とか横須賀線とか京浜東北線とかいろんな電車が乗り込んでる結構なターミナル駅になります。まあ鎌倉市っていうとちょっとハイソなイメージがあるかもしれませんけれども、大船はねすごい下町っぽい町ですね。特にこの駅から一本東に入った大船中通り商店街ですか、この辺りは安い生鮮食料品とか売ってまして非常に活気があります。地図で示すとこれがそのにぎやかな通りになります。で今回目指したお店はそのにぎやかな通りから美術館通りというところを東に曲がってちょっと行ったところにあります。まあ大船駅から歩いても1、2分ってところでしょうかね。こちらがそのお店になります。創業して約25年、午後3時から営業している居酒屋一善さんであります。一善さんの場所はだいたいこの辺りになります。今回もアポなしで取材をお願いしたんですけれども、快く OK をしてくださいました。ありがとうございます。それじゃあお邪魔いたします。店内は想像してたよりも全然広くてびっくりしました。それにしても壁にずらーっと貼られた短冊が素晴らしいですね。お店の入り口近くにはカウンター席もありました。奥の方には掘りごたつ風の座敷席もありましたね。これが店の奥側から見た店内風景です。かなり大きな箱ですね。店内には素敵なイラストも飾られてました。ここからがおつまみ系のメニューになります。まあとにかくメニューがめちゃくちゃ多くて、こうなると何があるのかじゃなくて何がないのかって感じですよね。ここからが飲み物系のメニューです。アルコール類も豊富ですね。日本酒は高清水推しでした。こちらは高清水を推してるんですね。そうですね。え、またなんでって感じなんですか、ね、私が修行したところがもう高清水専門の、あれ高清水って秋田でしたっけ、まあ、そうなんですよ。はい、はい、へえ。いろいろ置いてくれって言うんですけどもう管理できないから。あー、なるほどね、はいはい。デュアーズのハイボールもプッシュしてましたね。9月とはいえまだまだ暑かったんで生ビールがうまいですよ。うまいね。こちらがお通しになります。
色味とか絵的には地味なんですけれども、これねめちゃめちゃうまいんですわ。感心しました。今回も皆様から頂戴したスーパーサンクスで飲ませていただいてます。ごちになります。ありがとうございます。メニューがめちゃめちゃ多いんで何を頼むべきか迷いましたね。すいません、アジなめろ、はい、ください。なんかこれ食っとけみたいなのあります？そうっすね、これは食っといた方がいいよ、ずっと取っといた方がいいよっていうね。人気なのは何なんですか？人気なのは煮物系が、もつ煮、もつ煮もそうですし、イワシの煮付けとか。イワシの煮付け、いいですね。あ、じゃあ里芋もください。はい。あと安さで言うと、野菜の塩漬けが150円。150円、じゃあそれもいただきますよ。はい、はい、どうも。白菜の塩漬けが、あ、こんなにあんの？これちょっと持ってませんか？大丈夫ですか？いやいや、まあでも大丈夫です。こんなもんで。こんなもんなんですか？はい、これ150円なのに結構な量がありました。嬉しい誤算です。まあ私的にはこの白菜だけでも延々飲み続けられる感じでしたね。まあ中継ぎと言いますか、口直しにもなりますし、頼んで損はない一品だと思いました。続いては里芋煮でございます。まあ一人暮らしなんでね、こういう家庭的な料理には飢えてるっちゃ飢えてるんですよ。あんまり食べる機会がないんで。さらにアジのなめろうでございます。まあ海も近い町なんで魚系のつまみは外せないですわ。お酒は日本酒、高清水夏の純米にチェンジしました。暑い夏でも飲みやすいようにアルコール度数を低めに設定してるみたいですね。じゃあまずは里芋をいただきましょうかね。ホクホクしててまさにお袋の味ですわ。あ、軽いんだね。まあ度数が低いこともあって本当に爽やかで飲みやすかったです。そしてアジのなめろう、まあ美味しそうですよねこれ。酒のつまみにはぴったりですよ、本当。あ、素敵な大衆酒場で昼から日本酒を飲む、いや最高じゃないですか。おすすめメニューの一つ、イワシの煮付けも注文してみました。そしてお酒はデュアーズのハイボールです。イワシは6時間煮込んであるんで骨までバッチリ食べられるそうです。ウイスキーのハイボールと煮付けっていう組み合わせ悪くないですよ。だんだん勢いがついてきて今度はホッピーセットを注文しました。
いやしかしこれ焼酎の量がちょっと多いんじゃないですかね。うまい。このイワシの煮付け、もちろん酒の魚にもぴったりなんですけれども、ご飯も食べたくなっちゃう味でしたね。まあ、この頃からだんだんと昼酒が効いてきて酔っ払っちゃいました。すんません。ホッピーを飲み干してしまったんで中をおかわりしました。次のおつまみが来るのを待ちながら白菜の一夜漬け食べてました。おしんこっていうのはこういう中継ぎ的な活用もできるんでありがたいですよね。はいどうぞ。はい、そして到着したのが白コロホルモン鉄板焼き塩味でございます。他にタレ味もあるみたいです。いやしかしいい音させててうまそうですな。やっぱりホッピー飲んでるとホルモンとか食べたくなっちゃうんですよ。いやしかしこれうまそうだわ。はいどうも。これお試しします。はいどうも。そして締めに頼んだのがザルうどんでございます。まあおそばにしようか焼きそばにしようかおにぎりにしようか迷ったんですが、うどんをチョイスしました。もっと細い麺なのかなと思ってたらかなり太くてコシのある麺でしたね。腰があって食べでもあって美味しかったです。満足いたしました。うどん頼んで正解でしたね。もちもちです。よいしょ。どうもごちそうさまでした。よし。こちらこそどうも。はいどうもどうもどうもありがとうございます。いや素晴らしいお店ですね。そうですか、ありがとうございます。またやらせてください。はい、ありがとうございます。いい感じで酔わせていただきました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。どうも失礼します。どうもどうもどうも。私和田チャンネル見ましたよ。えいやこの今日のがいいね。ちょっと先です。じゃあ楽しみにしてます。和田ちゃん、さすがです。ここが大船の一番なんでよく目をつけました。ああそうなんですか。ああそうなんですか。いいとこ来ましたね。ここ最高です。どうやってここ見つけたの。あお客さんもちょっとそうどうやって見つけたの。ここ最高ですよ。逆取材逆取材。ここ最高。なんとなくいいとこ来ましたね。すいません本当に頑張れ。ありがとうございます。どうも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 。はいどうも。ダンサー気をつけてください。はい、どうもどうもどうも。はい、どうするんだ。ありがとうございました。いやー、一善さん、素晴らしいお店でしたね。大将のお人柄もあるのか、結構大きい店なんですけれども、ほんわかとした家庭的な雰囲気でね、実にリラックスしながら飲ませていただきました。ごちそうさまでした。
いやしかしこういうお店が午後3時からバッチリ営業してるってんですから、やっぱ大船ってすごい街ですわ。感激しました。まあ平日の昼なのに結構な数のお客さんが入ってまして、まあそんなお忙しい中撮影させていただきまして本当にありがとうございました。これにて今回の動画はおしまいになります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回どこかのお店でお会いしましょう。さようなら。